シャワー。はい、次はゲストと恋愛トークするコーナー、ラブラブラブです。はい、中野さん、今日はなんとね、はい、こう生々しいというか、生々しいですか、ご自分のお話をしてくださるということで ね、 ですね、うん、ちょっと数少ない恋愛経験の中からでもお話しないかんかなと、はいはい、いいですね。いつも結構一般論が多いのでね、やっぱり経験した話の方が面白くないですか、面白いです ね、 ね、はい、ぜひぜひ。じゃあ、まあ、やっぱり一番私が記憶に残ってる話をしますとね、はいはい、ある女性を10年間思っていた時期がありましてね。すごいね、10年、よく思ってたなと思いますね。思われてみたい気もするけどね、うんうん、ねえ、はい、まあ、今だから言えるんでしょうけどね、うん、まあ、20代の後半なんですけどね、はい、あるところで、まあ、出会うわけですよ、はい、その時にね、私の友達も一緒にいたんですけれども、はいはい、まあ、この人はよく前会ってた、会ったことある友達だよみたいな感じで紹介されて、うんうん、おと最初は思ってたわけですね、うん、何も思わなかったんですよ、うん、最初はね、うん、ただ相手が一言私に言ったんですよ、あなたのことタイプです、うん、そうやって言われるとね、本当かよと、うん、思うじゃないですか、うん、最初、はいはい、でももうダメですね、そうなったら、もう聞いちゃったから、もうロックオンですよ、ガーンと聞いちゃったから、あ、なんかもうあなたのペースに引きずり込まれたわっていう感じです。なんか自分のことを好きっていう風に知っちゃった時に、ええ、もうダメですね、好きになるっていうのを、よく聞いたことあるけど、はい、前も言ったけど、ええ、その典型みたいな典型だね、はい、もうその通りでございます。ハマっちゃった、ハマっちゃいましたね、ハマっちゃいましたね、スポット、それで10年、そうか、よくこの体にハマる方があったなと思ってだけどそれでさ、ね、付き合ったなんかね、デートしたりしたんでしょ。デートまではね、実は行ってないんですよ。デートじゃないの、うん、私がずっと思っていたんですね。向こうはそう言って、はい、覚えてたかどうかは知りませんよ、うん、だけどもそう、私の気持ちはもう固まっちゃったわけですよ、はい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 、そこからね、いろいろ、まあ、デートまで行かないにしてもね、まあ、あちこち出かけたりとか、うん、飲みに行ったりとかしてですね、うん、はい、2人ででしょ、2人の時もありました。それデートって言わないの、デートですよね、2人だもん、まあ、なんですかね、デートですよ、私はね、デートっていうとそのもうお互い思っている二人が出かけるもんだと思ってました。いや別にそこまで行かなくても、そこまで行かなくても大丈夫、あ、ちゃんとしたデート、そんなことないか、じゃあ男友達と二人だったらデートなのって言われたら違うよね、ちょっと相手がいますって言っちゃうかその辺まあ仕切るの難しいですよねなるほど、私はそういうちょっと考えで、いたので、そうです、はい、そこからまあ二人でその食事行ったり飲みに行ったりとかして、まあ、ある時ですよ、送ってね、その彼女、はい、私の思いを伝えたわけですよ、うん、あんたのことが好きだよ、うん、だから向こうは言いました、私今まだ席に入っている、うん、ちょっと待って待って、うん、っていうのは、まあ、あれですけど、まあ、す結婚してたのは知ってたんですよ実は、ね、うん、ただ自分の気持ちは伝えたかった、うん、伝えたかったんですけれども、結局そこで彼女はもうそこでシャットアウトしたわけですよ、うん、だけどもあなたは人として好きよと、うん、言われたので、まあ手のいい断り文句なのかな、ひょっとしたら本当に人として好きなのかな、うん、じゃあ人として好きな方を取りましょうと、うん、でいつかは付き合ってその、ええ、お互いいる思いになっていい感じになりたいなと思いながら10年、その時はありました、そう思いながら10年ありました、すごいね、でもやっぱり月日というのは残酷なものでだん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 気持ちが薄れていっちゃうわけですよね、それは自分の相手の、自分の気持ちが、自分もでも10年って長いよね、ね、そこまでさ、ええ、相手とこうお互いっていう風にならないで思い続けるのって10年もできる、ええ、できる、えその間、まあ、他の人も好きになりながらずっと思ってる人はいますよ、あ、そうなの、うん、私、ね、結構はもう、あ、もうこれはダメだなと思ったら早いかもしれない、うん、次、うん、まあまあそれ本当に相手にもよるけど、うん、なんかちょっとまだなんていうのかな、期待っていうか望みはあるかなと思ったら、うん、その本当に相手のこと好きで、はい、そしたらちょっと他も見るんだけど思ってるかもしれないよ、うんうんうん、でももう望みはないなと思ったらもう切り替えなきゃしょうがないなってあるじゃん、うん、そうですね、そう思いますけどね、うん、まあ、そういう恋愛もあるでしょうね、うん、
うん、私の場合はその10年ずっと思ってた、うん、だけども他の人も当然好きになるわけですよ、うん、そういう気持ちもあるわけですよ、うん、ただその思っている人超えたら変わるんだろうな、うん、特別な存在だったわけですよね。そうなんですよ、うん、分かります。それまでに何回か会ってるんですよ、うん、まあ、そのためにまあ気持ちがまたポッポッポッとなんか火がつくわけですよ、うんうんうん、まあでもあれだよね、情が深いってことで、ね、中野さんはそういうタイプってことですね、優しい人で、優しい、まあ、そう捉えていただければ ね、いいのかなと、人情に熱いと、うん、はい、まあ、そういう人がね、あの中野さんをよろしくお願いします、はい、皆さん、ね、恋愛の方でもまだまだ、そして MC の方でも、まあ仕事とどっちが大事ね、仕事が大事でございます、はい、よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。